今回はワイルドリフトのブリッツを使ったサポートでの運用をご紹介していこうかと思います。その昔多分初期キャラでもらえたのがブリッツだったんですが、今だとそのブリッツがセラフィンに置き換わってるんですかね。ちょっと新規のアカウントを作ってないのでどうなってるかわかんないですが、まあ、ブリッツ昔からある開幕のバフ、このフックが非常に煩わしいものがありますので、できれば相手のところ引っ張っていきたいなという感じがしますが、まあ、これをした場合マークスマンが、敵のサポートをマークスマンの2対1をされて吹っ飛ぶことがありますので、まあ、ちょっとご利用は計画的にやった方がいいですね。まあ、ただこれを敵がカバーしてないときは、まあ、クドクやってあげると、ただでさえジャングルゼドそんなに周回が早くないのに青バフスタートすることほぼ間違いないですから、まあ、そういったところから、まあ、これクドクやってるんですがゼドからしたらたまらんですよね。まあ、ただもう本当に嫌がらせするために選んでるようなキャラクターで、嫌がらせしないともったいないですから、もうこれはやるしかないですね気絶しますねこれは。まあもうこれができた時点でもうブリッツを選んだところのもうノルマほぼ達成みたいなところがありますので、これだけですね。あとは特別何かブリッツで突出するところの話はないので、まあ一応ブリッツ判定シビアですが1フラッシュすることもできますし、まあ、私の大好きなマグネットエンチャーを使って面白い挙動することもできますので、合わせてそんなになんか弱くはないけれども、その今デュオレーンにいる身内のマークスマン、敵のスキル避けなくないですか。これ私のレートがヘボいからです。もうマスター隊のマークスマン避けないですね本当に。フックだろうが、まあ、例えばレオナの3スキルのブレードだろうが、例えばセラフィンの3だろうが、何のスキルだろうがステップをする気配がないんですよね。なんかスキルが来てなされるがまま見ながら当たるみたいな。このゼドもマジで避けないんですよね。今もこの状況で私がいたら普通にフックするって思うのに、何事もなく、まあ、茂みですよね、方向に歩いていくから偏差して綺麗に当たる。ワイリーフどうなっちゃったんですかね。でも自分がどうでしょう、マークスマンした時の敵のマークスマン、そこまでなんかどぎつい感じしないですけどね。自分がサポートしてる時の隣のマークスマン、自分がマークスマンしてる時の隣のサポート、めっちゃどぎつい気がしますけどね。どうです。ただでもやっぱり絶対的に言えるのが、自分でマークスしても10デスすることなんてまあないし、逆に自分がサポしてもメイジサポでも10デスすることはまあないんですけど、野良にデュオレーン任せた時高確率で2人でハッピーセットしますよね。泡吹きますけど、でこういう時もとりあえずゼドがスマイト持ってるわけですから、ゼドを狙うだけですね。でこのゲームひたすらゼドにフォーカスしてスキルを打ちまくってました。だからやってて本当に、まあ、配信でよくこれ私例えで言ってますけど、数学だとマイナス1かけるマイナス1ってプラスの1になるじゃないですか。でもことワイリフはマイナスとマイナスのシナジーを起こすともう負けなんですよね。 5人しかいないゲームで、そのうち2人がとんでもなくて、で挙句敵の2人がとんでもなく育ってる状態だと、まあ、3対7どころの騒ぎではないシナジーが起きてゲームにならんのですよね。いやでも本当にデュオレーンどうしてこんなことになっちまったんだろうっていうぐらい なんか起きてますね。さっき言った通り、自分が1人でレーンした時隣にいるやつすげえじゃないですか。その時点で、まあ自分が0、隣がマイナス1とすると、その自分がそこのレーン拾ってないと、要するに2人ともすげえことになってる可能性高いですよね。そうするとマジで敵のマークスマン10キル確定ですね。冗談じゃなくて、これマジ本当に勝率 5割ってよく言うじゃないですか。でも2回に1回じゃない騒ぎでこれが起きてるような気がするんですよね。いやだから本当にシーズンを追うごとにとんでもないゲームが増えていく、すげえゲームですね。あでもそういえばマップハックの動画上げたじゃないですか。でマップハッカーの配信してた人が最近は全く配信をしていないですね。これで撲滅できたのか、はたまた影を潜めてしまったのかわかんないですけど、いくらだったのか結局わからずじまいでしたね。でまあ、ブリッツの話をしておくと、一応スキルは1上げはマストで、2か3かはお好みなところ結構ありますね。
まあ個人的には3-2、まあでもどっちでもいいかなと思っちゃいますね。まあ割とどっちでもいいと思います。これは一応ビルドとして鋼作ってもやれないことはないキャラだと思いますが、やはりマナシールドがすごいいいところがあるので、私は訪れ作るのが好きですね。ブリッツも定期的に運営さんが修正してはバフして修正してはバフを繰り返しているようなキャラクターで、ファイリフ始まった当初は最強キャラクターでしたが、その後何度か修正バフ修正修正みたいなのを繰り返して、マナー効率が悪いのは最近だとマナーバフされているような状況ですけど、まあでもそういう問題じゃない気がしますけどね。今はゼロステップしたのかたまたま避けたのかわかんないですけど、でよくあるのがこれも結構謎なのが、もうジャングル落ちてるのにオブジェ継続し続けるマークスマンなぜなぜなんですけどね。それはこのなぜなぜのお姉ちゃん可愛いですね。元ネタ TikTok 気になった方は見てきてください。どっかのクラブラウンジかクラブで働いてるような方でしたね。確かベトナムにいてもこの TikTok 流れてきますね。このゲーム、あのサイオンがめちゃめちゃ硬かったんですよね。で2人でボコっててこれじゃないですか、まあ、サイオンそういうところありますよね、まあ、自前のパッシブと鋼で化け物になりますからね。ただサイオンもパッシブで HP スケールして、スウェインもパッシブでスケールするじゃないですか。ただどう見てもサイオンとスウェイン同じ連動のやつがいたらサイオンの方が耐えますよね。これはやっぱサイオンの2が強いのか なんですかね。でもスウェインも2スキで当てたら回復、3スキも回復してくれるっていう悪くないスキル持ってるけど、まあ、基礎値のスペックの問題なんですかね。もうあのゼドしか狙ってないゼドも狙われると分かってるからちゃんとステップするようになりましたよね。そうだから敵はこうやってなんていうんでしょう、2回も3回もフックされてたらステップするようになるって言ってなんか食らってますけど、でもステップするようになるんですよ絶対。まあそれはそうですよね。犬だって例えばじゃあそこでうんちしちゃダメだよって怒られたら、まあ、ちょっとの間はその申し訳なさそうにうんこしないようにするじゃないですか。そうですよね。だって生きてて動物だったら考えるわけじゃないですか。でも隣にいるマークスマンは敵のスレッシュに一生フックされて、隣のマークスマンは敵の何人の中にブリンクインしていって、どうしてなんですかねこれでもそれを何とかしようとしないといけない、もちろんサポートしないといけないのは分かるんですけど、それを止める手立てってあるんですかこのゲーム。味方がドフィードする味方を助ける方法ちょっと全然思い浮かばないんですよね、なんて言いながら、まあ、エルダー取ったら勝ちですね。でやっぱシンドラ3スキ強いので、まあ、3来るかなみたいなタイミングで、まあ、今フラッシュしただけですね。たまたま多分このままプッシュエンドだったような気がしますが、まあ、この試合はもうひたすらゼドフックして味方の現状のデュオレインに文句を垂れてたということで、以上ブリッツでした。